辺野古反対派、ジュゴンが死んだのは安倍のせい。本日、沖縄本島北部にて、ジュゴンと見られる生物の死体が1頭確認されました。地図で位置関係をご紹介いたしますと、青い丸の部分が辺野古、赤い丸の部分が今回死体が見つかった地域になるんですが、この辺野古と死体が見つかった部分、地域ですね。 真逆の位置関係になってておおおりりままた距離離もおよそ100キロほど離れております環境省によれば、ジュゴンは50キ,50キロから150キロを移動し、特定のジュゴンは600キロも一度も止まらず泳ぐことができるとされておりますので、この辺野古のジュゴンがここまで移動した可能性がないことはありませんが、それだけの移動能力が ああるのであれば呪言はいつも沖縄本島の周りを泳いでいるんじゃないでしょうか。皆様、こういった呪言だけではなくて、すべての生物で同じことが言えますが、生命には命には限りがございます。そういった中で、亡くなってしまうのは当たり前でございますので、皆様、こういった 辺野古反対派によるデマに騙されないようにお願いいたします。以上になります。ご静聴いただきありがとうございました。